こんにちは。本日はですね、サッカー選手であり、ファッションブランド事業を手掛けている河野修斗さんにご来店いただきます。実際に河野さんにですね、時計の方をご紹介していきながら、時計店の魅力であったりとか、アンティークウォッチの魅力っていうところを発信していきますので、本日はどうぞよろしくお願いいたします。こんにちは。こんにちは。よろしくお願いします。河野修斗です。すみません、よろしくお願いします。統計店の川内と申します。よろしくお願いします。本日はすみません、わざわざご来店いただきまして、すごいです。いっぱいあります。結構数は揃えてまして、今約2000本この店にはあるんですけど、2000本。結構そのアンティークウォッチ店っていうところで言うと、かなり数で言うと圧倒的なものがあるかなと思うんで、そうなんです。これは成功。そこら辺、そうですね、成功の棚になるかな。いろいろ棚で分けたりとか、年代で分けてたりとかするんですけど、一番古いので、どのくらい。そうですね、1900年初期ぐらいのものもありますし、そう、100年近いものも実際あったりはしますね。僕、時計持ってなくて、ああ、そうなんですね。もうそろそろ30歳、まだなんですけど、近づいてるんで、いいっす1ね。本、なんかちゃんとした時計欲しいなああ、めちゃめちゃいいっすね、それ。ただでも、あんまギラギラした感じの、でかいのとか、あんまり好きじゃなくて、なんかどちらかというと結構渋いのなるほど、がなるほど。いいな。結構そうっすね、アンティークウォッチ、今これ、全部アンティークウォッチになるんですけど、現行のものと違うっていうのがサイズ感っていうところもあるんで、今の現行ものの、ロレックスの定番どころで言うとサブマリーナとか、ああいう40ミリっていうサイズでも、今の現行ものとアンティークウォッチだと、40ミリのサイズ感も若干、アンそティーうクウォッなんチなんですか、小ぶりなところあるんか。同で、じ40ミリなそんうです、そうです、そうです。で、基本的に、38とか38ミリとか、そこら辺のサイズ感もロレックス、アンティークウォッチだとあるんで、結構そこら辺でおすすめかなっていうのはありますかね。結構カジュアルな感じでも合わせやすいとか、日本人の特徴っていうのは、結構腕細い方も結構いらっしゃるじゃないですか。そう、僕多分腕細いと思うんですけど。なんで、そういった方には結構おすすめかなっていうのはありますね。そうですね。ちょっとじゃあ、今日どうですか？ロレックスとか、オメガとか定番どころになるんですけど、いくつかちょっとご紹介、そうですね、時計おの願方いごしたしいです。ぜひ、ていただいてもいいです知識ないんで。か？じゃあちょっとその時計の情報を含めてお伝えさせていただきますんで、よろしくお願いしよまろしくお願いします。河野さん、じゃあすいません。実際に時計す。よろのしくお方、願いしまごす。紹介させていただきます。で、1本目、これまずですね、オメガのコンステレーションというモデルになります。これがですね、文字盤が紫なんですけど、綺麗です。そうなんですよ。なんか主張あんまりすることない上品な紫なんで、紫結構、なんていうんですかね、合わせづらいイメージあったんですけ確かにど、そうっす。意外につけてみたらそんなこともなくて、馴染むような。じゃあつけてみていいです色合いになってるんで。一応これ1984年ぐらいのか。それはアンティークウォッチでは結構最近、新しめなやつそうですですか？すね。割とアンティークの中では、確かに綺麗ですもん。そうなんですよ。確かに上品。確かになんかギラギラしてなくて、そうなんおでしゃれです。意外に紫主張なくて、いいっすよね。いいです。ありがとうございありがとうございます。で、これが次なんですけど、これもオメガです。で、これも自動巻きのシーマスターっていうモデルになるんですけど、これがその1987年なんですけど、色の合わせ方、これアンティークウォッ確かチに。ならではなんですけど、これもともとはもう均等に緑だったんですそうか？そうそうです。で、日焼けしたりとかで、結構こう、経年の焼けが入ってるモデルになるんで、これアンティークウォッチ好きな人だったら結構って目が引くような、こういう、そうなんですよ。これがまさにこうアンティークウォッチならではというか、現行ものにはない雰囲気が味わえるようなデザインになっているんで。オメガはどこのメーカーなんですオか？メガもスイスです。ロレックスと一緒ですね。しかもおしゃれっす。スイスは結構やっぱ時計の、ブランドそさんうかなんなでりす多ね。いので、しかもおしゃれっす。結構オメガ、ロレックスって定番どころなんですけど、やっぱりこのアンティークウォッチの中でもやっぱ人気は、ずっとこのオメガ、ロレックスっていうところは人気なので、
カジュアルな感じ。そうですそうです。じゃあ次なんですけど、ここからロレックス3本ご紹介させていただきます。はい。でこれがですね、こちらの2本かな。こちら2本が、はい、オイスターパーペチュアルっていうモデルになります。はい、オイスターパーペチュアル。はい。で、この2本の特徴なんですけど、はい、裏蓋のこうですね、バブルバックっていうの、裏蓋のバブルバックっていうのがありまして、はい、結構丸みを帯びて厚みがあるような仕様になってます。はい。で、これはですね、ロレックスが特許持ってるようなデザインというか裏蓋になっているので、まあかなりこうロレックスのならでの味わいがあるというか、そういった時計になっています。一回はめてみますか。はい。本当だ、厚みが。これは何年のやつですか。これがですね、裏蓋がこうバブルバックなのが1955年で終了してるんですよ。なんで今のは違うんだ。そうですそうです。今はもうこのバブルバックっていうのはないんですよ。で、だいたいこのこちらの時計がですね、まあ、1939年から49年頃に製造されたものにはなりますね。これがですね、針がですね、はい、特徴的なんですけど、これ見てもらったら分かるんですか、はい、ベンツ型なんです。本当だ。面白いです。で、数字、はい、見てもらったら分かるんですけど、このアラビア文字、アラビア数字、はい、で結構可愛らしい雰囲気が。確かに確かに6とかちょっと G みたいな。そうなんですよ、そうなんです。この革のベルトもいいですね。いいですよね、これ、はい、これが一応うちのオリジナルのクロコベルトになってました。はい。一応この、まあ、うちがですね、オーバーホールとか、はい、オーバーホールって時計の、まあ、修理みたいな、はい、最後のメンテナンスの部分なんですけど、はいはい、あれって結構時計屋さんによっては別途料金取ってたりするんですけど、はい、あれも全部込みでの価格になってるので、ありがたいです。結構アンティークウォッチってそういうところが結構気になる方多いと思うので、そういったところのアフターフォローまではさせていただいてます。これも、はい、オイスターパーペチュアルです。すごい、ヴィンテージ感がすごい。そうですよね。これ結構文字盤とかも経年がかなり感じられると思うんですけど、もうまさにすごいザ・アンティークウォッチみたいな感じですね、これは。いいっすね、これかっこいいっす。結構今までで一番テンション上がってますね。いや、なんか渋いっすね。これはどの年、何年のモデルなんですか。これが、まあ、ロゴの特徴が結構ロレックスって年代で分かれるんですけど、これだと43年から55年ぐらいに製造されたもの。さっきのと、まあ、同じぐらい。そうです、ちょっとまあこっちの方が新しいんですけど、まあ、この経年が結構こっちはかなり雰囲気出てるんで、個人的にもこれはかなり雰囲気出てるかなと。腕のサイズがちょうどいい。あ、そうですよね。これで37、8ミリぐらいですね。それは結構時計ではちっちゃいもん。そうです、現行で37、8だとなかなかサイズないのと、あと現行の38ミリとかでもよりちょっとここら辺の、文字盤の上の方にここのケース系になるんですけど、はい、ここら辺がかなりちょっとシュッとしてるんで、腕につけた時の印象とかも全然違います。これ最後、これもロレックスのやつ、はい、つけていただいて、これちょっと今までと違ってゴールドの仕様にはなる。ゴールドいいですね。そうなんですよ、結構アクセサリーゴールドが多い。ああそうなんですね、はい、結構統一感を持たせていただければ、その時計とかでもあんまりこうゴールドって言ってもいやらしい雰囲気出ないと思うので、秒針とかのデザインなんですけど、はい、結構シンプルなんですけど。確かに、なんていうの、このサンビームの文字盤って言われるんですけど、結構目引くデザインになってるな。なんかヴィンテージウォッチの、アンティークウォッチの魅力って何なんですか。そうですね、まあ、結構唯一無二みたいなところが結構あると思うんですよ、うん、この まさにこのオイスターパーペチュアルもそうなんですけど、経年をですね、まあ、こうした時計ならではのこう味というか、はいはい、っていうのがやっぱ現行ものにはない雰囲気をこう醸し出してる時計ばかりなので、そこら辺は僕としてはかなりこうロマンを感じるというか魅力があるところかなとは思ってます、はい、で正直価格帯もこうなんていうんですかね、価値みたいなところでお話しさせていただくと、どうしてもこうアンティークっていうところでいうと、もう価値が下がりきってるものがやっぱ多いので、はい、じゃあご購入いただいてから金額がこう
またこう下がったりとかっていうパターンもあんまりないので、こう価値的にはこうどんどんまだ上がっていくような時計ばかりなので。コウさんどうですか、いかがですか、これ時計いろいろ見てもらって。これがやっぱ一番お気に入り。なるほど、オイスターパーペチュアですか。はい、これめちゃめちゃ良かったです、めちゃめちゃ似合ってたんで。どうですか、一回全身あるんで、鏡あるんで、はい、見てもらって、多分雰囲気とかも変わると思うんで、全身つけた時に。あ、いいっすね。どうですか。そうなんです、服装にも。そうなんですよね、そうなんですよ。スーツとかもどう、着られる時あるんですか、コウさん。まあたまに着ますね。そうですよね、スーツとかにも合う。そうそう、スーツとかにも合いますし、今日みたいなカジュアルにも合いますし、ちょっとユニフォームとかには合わないかもしれないですけど、うん、ユニフォームはい、そうですね。スーツと、まあカジュアル、まあそういうクラシックなスタイルとかにも合いますんで、こうフォーマルな感じでも、はい、でもめちゃめちゃ似合ってます。アンティークウォッチいいですね。あ、めちゃめちゃ嬉しいです、そういうのを言っていただけると、まあ、こう、うちがこうかなりこう2000本ご用意させていただいてて、まあ、オープンしてまだ間もないんですけど、まあ、ご来店いただいているお客様もかなり多いので、まあ、これから、まあ、YouTube も通してなんですけど、はい、ネット、まあ、インスタグラム含めてどんどんこうアンティークウォッチの魅力ですとかっていうところを発信していきますので、よろしくお願いします。はい、今日勉強できたんで、はい、一回勉強してまたお願いします。まあ結構ね、数多かったんで今日見る、はい、見るだけでも。そうですね、はい、まあいろいろご検討いただいて、はい、はい、またご来店いただければと思いますんで、よろしくお願いします。お願いします。すみません、本日ありがとうございました。ありがとうございました。またぜひよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。ありがとうございます。